説明しよう。アマングアスとは、裏切り者と市民に分かれて行ういわゆる人狼ゲームである。裏切り者は1人から2人、市民は全員が与えられたタスクを終わらせることで勝利することもできるが、話し合いをして裏切り者をあぶり出し投票で追放することでも勝利できる。話し合いは死体を発見した時、またはロビーの赤いボタンを押すことでも開始できる。その話し合いでは誰かに投票することもできるし、投票をスキップすることもできる。最多の得票数となった者はゲームから追放される。裏切り者は市民と裏切り者が同じ人数になるまで殺せば勝ち。裏切り者はタスクを行うことはできないが、停電を起こして視界を暗くしたり、ドアを封鎖したりして邪魔できる。酸素を薄くしたり、エンジンを破壊したりするとカウントダウンが始まり、カウントがゼロになっても裏切り者の勝利となる。また裏切り者しか使えないダクトを使って逃げることもできる。デュエルスタンバイ。デュエルスタンバイ。さあ行きましょう。Oh, I am imposter. Okay. インポスターであればもうひたすらにもう飛び出していくっていうスタイル。これはもう圧倒的に飛び出していくスタイル。あ、こっちになったわ。どうする？こっち側に残ってるやつが入れないかどうかをちょっと確認していくというスタイルで行きましょう。はいはい、誰もいませんね。じゃあちょっと弁当を使って移動しましょう。おい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 おい、ミカシンもう死んだのかよ。早くない？ミカシン先生、死亡説。はい。ハウスさんです。ああ。マジっすか？カズーラさんと自分とハウスさんで上入ってって。はい、マジっすか？ハウスさんか、おかしいんだね。ハウスさんか、おかしい。あ、セルフですか？セルフの可能性もありますよ、もしかして。自分左行って、カズーラさんも左すぐ行って、ハウスさんも右に行って、カズーラさんが、はい、殺し屋から来るやったらハウスは絶対見つけてるはずなんで。なんで、一応あとあれですよ、これカファウになって私疑われるの嫌だけど、一応ベントっていう筋があるんで気をつけてください。で、あともう一個ちょっと白出しっぽいやつを言うと、はいはい、アドミンじゃねえか、コミの方で、ログ確認したんですけど、シューシューさんがなんかスキャナーやったログが出てたんで、シューシューさんは多分白っぽいですね。はい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 。で、メッドベイの方で、なんかアカンさんもあそこにタスクない限りあそこ行く理由ないと思ってて、もしかしたらアカンさんも白寄りかなっていう感じです、今ね。あ、私あれメッドベイ覗いただけなんで、私タスクやってないですよ。まあ、一応ね。あ、まあ、はいはい。はい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 。なるほどね。っていうところでね、インポスターだったらあんまそこら辺とか入っていくよりも人が多いところの方に行くと思うから、あんまりそこに入っていくメリット多分ないんだよな。うん、はいはいはい。なるほど。了解でござる。何ですか？俺行きましたよ。リアクター行きましたよ。それまでは、メッドベイ行ってよ、最初。そうです、メッドベイ入ったの。最初の方行きましたね。で、ロッカー通って、下から上に行った感じ。はい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 。うん。なんもおかしいとこはないな。そうです。そうっすね。ハウスさんちょっと怪しそうな。最初、一番最初のランチのところで、カズラさんとハウスさん最初残ってて、ワンチャンここで死んだら、ちょっと見つかるの遅くなると思って、ちょっと見てた。したら、違ったらすまん、ハウス先生。違ったらごめんなさい。でもこれ、岡も突っといた方がいい説あるよ、これ。じゃあ、それはないっすよ。俺なんだけどな。何もしないけど、とりあえずはこれもう一回押しといた方がいいんじゃないの、これ。早い。特に死んでないんですけど、その要は岡セルフ説みたいなのも一応あるじゃん。ないじゃないですか。リュウさん、なんで一緒に見つけたのに一人いるんですか。え、あれさ、殺しててさ、そうさ、殺しててさ、何、やべ、来たって思って報告してる説はない？いや、って、カズーラさんたちと会ってからすぐあそこ行ってるんですから。
え、その前に殺してるんです。俺そこにいないからさ、わかんないんだっけ。いや、ないですよ。カズラさんたちが見てる、カズラさんが見てたと思うんで、はいはいはい、すぐ俺。ああ、そういうことね。いや、その、俺そこにいなかったから、俺ちょうどそこに来たじゃん、俺。その、後で。だから、その最初から殺してて、で、後から、何、あ、俺来た、やばいってなって、報告してる説はないかなと思って、一応確認しただけ。ああ、それはないですね。そう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 。じゃあ、大丈夫じゃないですか。それは大丈夫。でもどうなんだろうね。本当にハウスさんが一人でやってるか。本当見てるんで、自分あそこ入った瞬間すぐ左に行って、はいはいはい。リアクターの方行って。そっちのメンバーは互いに残ってるメンバーは互いを認識してたってことでいいんですか？そうですね。自分は一人入った。はいはいはい。小悪魔と岡さんはだからお互いにまあこいつはダメだできないだろうなっていう感じなのね。じゃあ。うん。まあじゃあ大丈夫か。じゃあ大丈夫なのか？この二人が二人とも黒だったら怖い。ああ、それは怖いか。で、人は二人して でも、これだったらダブルキルしてるはずだから、ちょっと線は薄いかな。うん。カズラさん、その前にだって、ハウスさんと、あの、カズラさんと自分って三人がいだった時があるんで、そこに二人いたら、でも、道の途中だったらやりづらいからな。いや、仮にミカシンさんぶっ殺した人って、が、まあ、岡さんか、カズラさんだったら、ハウスさんも一緒に死んでると思うよ、そのタイミングで。なんか、タイミング的に、ダブル、片方が離れてキルした後に合流してる。あ、でもどうなんだろうな。これ、なんか、話伸びそうだからやめときましょうか。この説、そうなんで、はい。一旦スキップします。一旦スキップです、ね。とりあえず、じゃあ、ハウスさんは確定みたいな感じで良さそうなのかな。確定で良さそうかな。はい。一旦タスク消化で。はい、了解です。そうですね。俺なんだけどね。まあ俺なんですけどね。俺何もしないですけど、とりあえずダブルキルで狙いましょう。アカンさんと一緒に。さあとりあえずアカンさんと一緒にダブルキル狙っていけば勝てるっていう話はあるんで。くさ。さあとりあえずアカンさんやるのか、ちょ一緒に行かないとダメなんじゃないか、2人でとりあえず2人で行動していかないといけないんじゃないか、ダブルキル狙えばいけるんじゃないか、とりあえずリアクター行くか、とりあえずリアクターを攻める説あるぞ。 OK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  行こうよ。 OK でこれでリアクター行きましょう。さあアカンさん、あとは僕らがキルをするだけですよ。同時キルを狙いましょう。同時キルを狙いましょう。アカンさん、アカンさん、アカンさん、アカンさん殺して殺して早く。ナイスなんか使って逃げたのか、俺を殺してくれたな。お前よくも俺殺したな。ラボで殺して速攻でメッドベイ移動して、メッドベイのダクトから出てきてユウさんと合流したから。大川さん、大川さんナイス推理。じゃあ多分あの人はラボからまたあの書類かまたあの通路に行ったんだな。俺ちなみに今のあの何デュエル何もしないもん、ほとんど。うろ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 して、なんかたまに弁当入ってなんか様子見てたら、なんか買ってるお母さんが名推理始めたから。そこに乗ってあげて、その後そういえばデュエさんって説も一個あったんですけど、うん、いやあれ殺したのはアカンさんだけどね、最初は私ですよ、最初は。そうなんですか、うん、いやー、最初は俺殺してきたのアカンさんだからね。何どうした、緊急会議がなかったらな、そこで。友達だろ発動せず。そろそろ僕は、おお、来た来た、インポスティング、インポスティング来た、インポスティング来たぞ。さあこれ最初はちょっと一回ね、自分は抑えないといけないんですよ。コモンタスク何これ、フィックスワイヤリングか、フィックスワイヤリングだったらここやるか。ちょっとアドミン警察しよう、アドミン警察して、アドミン警察して、アドミン警察をして、んととりあえずカフェトリアにいる、ウェポンに一人いるな。おっと、はいはい、はいはい、集中カズーラユー以外ですね、あと私か。集中カズーラユー以外、なるほど、
収集カズーラユウ以外。ユウさん、ハウさん、あれその3人はどうしてますか？岡さん、ユウさん、ハウさんは。俺とリュウさんはあのアドミン付近の近くにいたっすよ。そうだね。マイネームイズアドミン警察。自分でアドミンのタスクやってストレージタスクやってまたアドミンタスクが出たんでアドミンに戻ろうとしてた。そうだね。アドミン警察ナウ。なんだろうな。どこで死んだんだっけ？死んでたどこ？わかんない。あ、わかんないのか。なるほど。あの俺収集さんになんか殺気を感じたんで。あ、一緒に行動してたけど、なんかめっちゃ追ってきたみたいな感じ。なんかあのここの4人あの互いあのユウさん以外は互いに互いを疑ってぐるぐる。全員でぐるぐるしてましたね。そう、あの俺が離れたらやるんじゃないかっつって戻ってってみたいな。そう、その真ん中で俺がひたすらシューティングしてた。こうやってた。結局誰が殺したんだ。大丈夫？そんな殺意感じてっけど。ハウスさんあれなんかやっちゃった？いや、左の方にはいましたけど、でも上の方にいたんで、ちょっとよくわかんないですけど。アドミン警察もね、ちょっと無能すぎてね、ちょっとね、特にないっす、情報。ほい。でも3人、そこ3人固まったのは見たんだよ。あの、多分、中止を言う、小悪魔の。マークついてたのどの辺っすか？ね、上ポンズと、はい。ね、どこだったっけな、コミュニケーションズだったかな、確か1個。とああ下ね、ローラーエンジンとかあったかな、確かそんな感じだった気がするわ。でその3人は確かカフェテリアかなんかどっかにいたんで一緒に。ただミカシンさんが死んでる場所分かってないのに俺左側にいたけど上だからなって言ったハウスさんなんで場所知っとんのって思ってるんで勝手に投票したく思ってるんで怪しく見るでいいかなって、うん、怪しく見るでいいかな。ちょっともう一回議論したいな。オッケー、じゃあ一回ミュートします。やばい、仲間が釣られてしまう。危ない危ないぞ、やばいぞ。阻止しなければどうしよう。これ一回これ押そうとして10 9 8 7 6 5 4 3 2 1で大津やべ。オッケー。やばい、できない、やれない、やれない、まずい。押せ押せ、あ、押せ。よしよし、ナイス。で、乾いてるよ、閉じて。オッケー、ナイス。で、今度リアクター行け。リアクター行くぞ。速攻リアクター行け。やった、やった、怖い。ぶれ、あー、やべ、見つかった。どこで死者発見でしょうか。いや、多分ハウスさんじゃないですか。岡さん、どちらに。カフェテリアで2人死んでたんですよ、ユウさん、カズラさんが。はい。で、上から降りてきてるハウスさんがいたんですよ。はぁ。その前にカフェティリアから降りてきたリュウさんを目撃しているんで、これはこの二人でいいんじゃないでしょうか。私ですか。はい。いや、私は、あの、もう閉じられてたんですよ。行こうと思ったら、あのカフェティリアに。今、酸素がさ、なんか、はいはい、なったじゃん。あの、ベーってなって、O2 で、はい。で、それを、解除した後に、カフェティリア行こうと思ったんですよ。俺、アドミンにいたからね。はいはいはい。そしたらもう閉じられてたんだよ。はい。で、多分 O2 で閉じられてるってことは多分なんか逆サイド側に死体あんじゃねえかなと思って、あで左側の方にちょっと捜索に走ったんですよね俺。はい。じゃあロアエンジンにいたのリュウさんですか。あ、そうあともう一人いませんでした。僕ですね。リュウさんと一緒にいましたね最初。ああ最初、あと俺ハウスさんのちょっと姿ちょっと見てないかわかんないんだけど、俺はとりあえず捜索に出た。多分これ左側で死んでんなと思って。いや、で、自分、あそこに行ったんだ。コックピットみたいなところにいて。はい。で、ナビゲーションにいて、なんか、シャオさんが降りてくのを見て、うん、で、リュウさんが議論したいって言ってるのに、あれ押されねえなと思ってカフェテリア行ったら。いや、そう、押せなかったの、だから、その O2 やったんで。なんで、見に行ったら、ユウさんとカズラさんが死んでたんで、うん、まあ、一人はハウスさんだろうなって。まあでもハウスさんに今日かな、これは。これで違かったら、ね、まあ、うまかったらで話を。もう一人がわからないんで、
もう一人アスクル殺してるんで、その一人が押そうとして待ってただけなんですけど、ね、押そうとして待ってて、で右行ったら飛び足待って、あ戻れんってなって、あどうしよう、ごめんハウスさん申し訳ないけど、もう一回もう一回ちょっと誰のせいで殺される感じ、すまねえ、すまん、一回殺される感じですか、違かったらごめん、ごめん、よしとりあえず仲間を殺した。俺は仲間に手を出したぞ。あとはもう頑張るしかねえ。さあどうする、あとはとりあえずですね、みんながどういう行動をしているのかを気になりますね。これどういう流れで殺した方がいいんだろうな。とりあえずちょっとキルクールタイムだけ稼いで、こっち来るやついねえか、誰か、エレクトリカルだけど残ってないか誰も、まだちょっと落ち着いていけ、落ちて殺していけ。おっと、オキシゲンはきついぞ、オキシゲンはきついぞ。さあオキシゲン勝利あるか、オキシゲン勝利あるか、オキシゲン勝利あるぞ、これオキシゲン勝利あるぞ、しゃはい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 、おかえりなさい、よはい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 、今あれですね、赤さんやりましたね、死体場所の報告もまだしてないですけれども、死体はちなみにアドミンで死んでましたね、アドミンの手前かな、入り口周辺かな、はいはいはい、はい、で死亡したのを確認して、折ったのは赤色がいました、はい、まあ全く同じことを言うと思います、こちらからも同じ意見です。だからわかんねえ。私からはもともと怪しい動きをしてたリュウさんがいたんで、もう怪しんではいたんですけど、いやこれ怪しいと言おうとしてるだけなんですよ、これアカンさんが。お母さん信じてください、これなんかいつものアカンさんのなんか頭脳派みたいなプレーで、ちょ俺を落としめようとしますけど、これアカンさんなんですって、アカンさんなんですよこれ、だってこんなうまくセルフレポートできるのアカンさんしかいないから、いやマジで。お母さんは騙されないって信じてますよ。いや、俺のセリフだわ。こっちのセリフやわ。お母さん、ちょっと一回信じよう。あと、俺、登録しろって今日言ってないでしょ。今言いましたね。今言いましたね。いや、今言ったけど言ってないでしょっていう、そういう説得力だから。俺、登録しろって言ってないじゃん。今日、お母さん、ちょっと冷静に考えて。君の決断にかかってるから、これは。これはお母さんにかかってるな。そう。これはお母さんにかかってる。むずい。ガチでむずい。いやマジで信じて。一回信じよう。いろんなこと信じて、じゃあもう、一か八かのデューさんにしてあげますよ。俺にしてあげるっていうのは、俺を信じてあげるっていうこと。そういうことっす。一か八かの。ああ、よかった。残念だったな、カンさん。ああ、とても残念です、お母さん。本当に残念です。ごめんなさい。多分間違ってると思うんですけど、ちょっといろんな意味でリュウさん信じてあげます。あ、負けたんだね。ね。アカンさんダメだよ。いや、ここはお母さんなら騙されないなと思ったんだよな。今のでも友達だろう封印した俺。俺心の中で友達だろをめっちゃ封印した。正直言うと、リュウさんの信じる要素はほとんどないんですよ。